何？あいつ？あ、マジでついに出会っちゃう？銀色の飛行物体を追跡し、制限時間内に見つけ出してください。あ、はいはいはい、なるほど、追いかけろってね。このまま行かせるものか。まあ、何としても追いつこう。あー、見えない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 。早い。ともかく見失うな。あ、なんか方向変わった。こっちか。どこ行く？赤中軍のあたりに降りたんでしょうか。絶対に追いつくわよ。これルートしくってたら危なかったな。こっからしか行けなかったでしょ、赤中軍って。なんかお与え向けに魔獣もいないし。よし、間に合ったっぽいっすね。AP がいっちゃうかった。なんか物騒なこと言ってるけど。動くな。ヤッホー、アイアンブリードさん。お、士官学院の人たち。まあ、当然把握してるよね。俺たちのこと。どうして知ってるの？貴様、一体何者だ？その大きなものは一体。これ何語？ラテン文字も入ってるけど。一体何者だ。軍の監視塔と共和国軍の基地が攻撃されたことに関係しているのか。無用な疑いはかけたくない。だがこの地にいる理由と名前くらいは教えてもらえないか。なんか露骨に疑われちゃった。当たり前じゃん、怪しすぎるわ。ちょっと段取りが狂ったかな。そっか、その手があったか。君たちが手伝ってくれれば万事解決、オールオッケーだよね。手伝う？え、話勝手に進めないで。何を。でもどれだけできるかちょっとだけ試させて。いやいやいや、ちょっと待って、主導権こっちにあるんですけど。こいつやる気だな。やる気か。ミリアム・オライオン。僕はミリアム、ミリアム・オライオンだよ。こっちはガーちゃん、正式名称はアガートラム。それじゃよろしくね。それじゃ始めよっか。任せてくれ。わっけわかんねえ、 CP 回復してない。くっそ。いや、突っ込んじゃえ。勝った。
え、ダメージでかい。アリサが、で、私の番ですね。レキリア持ってるから。それ。行くぞ。で、ね、ちょっとダメージでかいっすね。うん、回復しよう。さあ、一気に行くぞ。行くぞ。そこだ。私の番ですね。アリサが心配だから回復する。気絶が厄介。私の番ね。そしてどうしよっか。みんな頑張って。これアリサも回復しないの痛いな。アリサガか。させるか。やっちゃえ。委員長。行くぞ。委員長ごめん。おい。俺の番だ。勝てな。ちょっと回復してあげよっか。あ、でもまとまっちゃうかな。封印入らない。これアリサ。ああ、委員長も。皆さん、俺の番だな。さあ、一気に行くぞ。任せて。俺の番だ。やばいやばいやばい。普通に強いんだけど。やっ、ありがとう。私の番ね。で、アリサセラスで行くわよ。え？え？なんで？え？あ、俺してしくった。最悪。俺の番だ。ほい。私の番ね。まともにやっとダメージ入るようになったけど。アクセル駆動。やっちゃえ。待って、もうそれマジ勘弁して。俺の番だな。アークス駆動。はっ。
俺の番だ。どうしよう。アリサを動かせるようにしよっか。ありがとう。こんなところで。みんな頑張って。感謝。ありがとう。母ちゃん、バリア。ありがとう。マイ。じゃあ。さあ、一気に行くぞ。任せてくれ。で、ちょっとアリサを回復。やっ、ありがとう。母ちゃん、バリア。ありがとう。任せてちょうだい。何がしたいん、これは。おい、任せてくれ。そうだよね。これ便利だね。今初めて使ったけど、これさっきの便利だね。体力減らない、全然。で、ちょっと怖いからもう一回フォルトナ貼って、いや、ガイウス。風を、俺に力を貸してくれ。カラミティ、ホーク。オッケー、させるか。やっと結構減ったわ。で、はい、ガイウス、ごめん。で、いぶきは、ほい、感謝する。マイル、さあ私の番ね。アリサはどうしよっか。魔法攻撃か。じゃあもうこれである程度ダメージを入れてあげての、炎よ、我が剣に集え。ねえ、普通に強いよこの子。はあ、やっと倒した。よし、これで大丈夫だ。強っ、強っ、こいつ強っ。うん、いい感じね。千の奇跡2、不安になってきた。こんな強いやつがさ、バンバン出てくんのかと思うと。あ、君たち結構すごいな。うんうん、これなら大丈夫そうかな。主導権こっちにあるんですけど。小娘、いい加減にしてもらおうか。2つの軍事施設への攻撃、やっぱりあなたの仕業だろ。ほーら、疑われる、こうやって。だから違うってば。まあ、もうなんて説明すれば分かってくれるんだろう。だったら話せる範囲まででも構わない。君が知っている情報を教えてくれ。
俺たちの力が必要と言ったが、この地の平穏を取り戻せるならいくらでも力を貸そう。だからどうか話してほしい。譲歩したな。リン、ガイウス。甘いとは思うが。ミリアムさんと言いましたか。とにかく時間がありません。私たちにどんなことを手伝ってほしいんでしょうか。手伝ってほしいのは、監視塔と共和国軍の基地を攻撃した連中、数名くらいの武装集団の拘束だよ。え、もう掴んでくれてたの。なんですって。あの迫撃砲を見たでしょ。同じものが共和国軍の基地から少し離れた場所に隠してあったんだ。そっか、あれで空飛んでって便利ですね。ま、同じ連中が仕掛けたんだろうね。ちょっと待て。その武装集団というのは一体どういう。俺傭兵だと思ってんだけど。詳しくは知らないけど、傭兵崩れっぽいから、ほらやっぱり自宅のミラで雇われただけなんじゃないか。傭兵崩れか。ま、これからそのあたりを確かめに行こうと思ったんだけど。待ってくれ。ということは、そいつらがどこにいるのか君は知っているのか。うん、高原の北の方だよ。あー、石切り場ですね。あの遺跡か。どう、手伝ってくれるなら案内してあげるんだけど。いいだろ。わかった。とりあえず協力させてもらう。トールス士官学院7組、リーン・シュバルツァーだ。実況者のマイさんだ。ガイウス・ウォーゼル。アリサン・ラインフォルトよ。一応よろしくね。エマ・ミルスティンです。よろしく、ミリアムちゃん。ちゃん、打ち解けたね。ユーシス・アルバレアだ。オーロックス砦の侵入に。そうだね。いろいろと話してもらいたい。そうだね、それもちょっと知りたいんですけど、何の用だったん。あ、僕たちに気づいてたんだ。それはそれ、これはこれで一旦お願いします。しゃあないか。なんか甘いけど。調子のいい。それじゃあ早速だけど、高原の北に向かっちゃおっか。ああ、だがその前に一旦集落に寄らせてくれ。あ、そうだったね。ゼンダーモンに知らせないと。そうね、通信機でモンにも状況を説明したいし。よし、とにかく出発しよう。で、君の方は彼に乗っていくのか。そうだね。とりあえずせっかくだし、君の後ろに乗せてもらおうかな。え、やっぱり一緒だよね、あれと実技テストに出てくるあの人形みたいな。消えた。しかも今の消え方。そう。ほらほら、出発するんでしょ。それじゃ武装集団を捕らえるためにレッツゴー。なんでこんな軽いんだこの子。こっち結構真面目にやってるのにさ、そんな可愛げな顔見せられたらさ、緩んじゃうんだよ。ミリアムが、ああ使えるのか。ミリアムがパーティーに入りました。なお彼女はなぜかアークスを所持しており、7組メンバーと先日リンクでつながることができ。はおー、いるね。いますねいるけど、え、なんでだろう。なんで7組とリンクできるの。マキアスとユーシスが泣くよ、そんなあっさりつながれちゃう。はあ、なんで編集はできないけど、なんで雑。ファルコムさん仕事雑。パトリックの時のあれはさ、すごい丁寧に作り込んでたのにさ、ここは雑いぞ。じゃ、ちょっと、っていうか、レベル高かったよね。随分な差があるけど。それじゃあ、ちょっとハーレムパーティーになっちゃうけど、
ガイウス指定のレベル高かったから多分前線置いてても大丈夫だろうな。よし、こうしようか。ちょっと一旦切るね。軽いね、本当に軽い。この子非常事態なんだけど、はや、ショートカットしてくれた。あー、共和国軍の、いや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 、集落の上飛んでますけど、怖い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 。そういうこと。もう時間やばそうでしょ。間に合うかな。あ、ありがとうありがとうお前大変だな、ゼクスさんよし、じゃあ行きましょうか。あ、やっぱりそうですよね、石切り場。あのさ、北部に向かおうと言われててさ、南部に来ちゃったんだけど、マラソンしにね。何これこんな緊急事態の時にさ、なんでこんなところに配備してあんの。バッカだね、バルコムさん